一度寝た方がいいよ。アルコールシュッシュは残してないんだっけ。キャットおいで。預かりのたくさんの子猫たちの毛がこびりついちゃってる。柔らかい毛だから取れないのかな。朝は そう食べたよ。食べ物を食べたよ。
新居にたどり着きました。結構夜の深い時間になってしまいましたが、このような感じです。ジャン君たち、ジャン君たちは、今この状態です。3階建てのケージを組み立てました。大丈夫。あ、ここがまだついてなかった。そうね。大丈夫ですね。はい。では、こちらの方に移動してもらいます。そんな感じかな。これからですね、こちらの方に移動していただきます。じゃあちょっと。ちょっとじゃあ髪に行こうか。横の方が横なの。これ何？引っ張り。はい。引っ張っちゃったね。引っ張れたらいい。ちょっとね、こっちにギュッと押しといて。こっちもこれで扉で出ないようにしてね。はい、すぐは出ないからよ。ジャン君、ほら、前のうちと一緒だよ。ジャン君、ぽっちゃん。はい。はい、匂いがするでしょう。このうちはですね、青畳の匂いが、強くしますので、それはとても清々しいのですが、この子たちは初めて嗅ぐ匂いです。すごいね。はい。どうですか、見たことあるでしょう。ね、お家と一緒だね。これこれ。うん、よかったね。はいはい。なんか口ちょっと開いてる。ちょっと開いてるね。さっきまで開いてなかったんだけど。はいはい。いいね。いいねいいね。はいはい。ちょっとね。さっとさっとやろう。はい、慣れ親しんだ3階建てケージですよ。はい、ちゃんくん、あ、口開いてるね。ちゃんくん、あ、また開いちゃった。さっきまでかけてたのに、はい、このままちょっと時間を過ごしてもらってですね、この環境に慣れてください。見つけてあげる。はい、あ、ここ来ちゃった。やったやった。ちょっと、あ、ポンちゃんがお水を求めて、あ、降りてきちゃった。はい、ごめんね、ポンちゃん、ね。ちょっとお水が少なくて、びちゃびちゃするけど。新しいのはない。明日にならないと来ない。ティッシュ系でも構いませんよ。ちょっとしかなくてごめんね。ごめんね、今ね、感じくるね。じゃあこれティッシュでちょっとぶつぶつして。ちょっとごめんよ。ここに置いとくね。ゴミはここにね。これができるね。さっきの日が違うって、これが積んでくる。ここの下も濡れちゃったから、失礼しました。ポンちゃんは順応が早いね、やっぱりさすがに。
はい、ジャック。あ、まだちょっと息遣い荒いね。落ち着いて、落ち着いて。はい、ジャック。はい、最高だ。最高だ。ジャン君、うん、ジャン君、ちょっと長旅だったね。ごめんね。うん、今大丈夫。どうしてだろう。髪の毛のところかな。まあまあね。入れるよ。あ、こっちの方がいっぱい入るんだね。もうちょっと。はい、どうぞ。もう少し持ってくるね。大丈夫だからね。ほら、ポンちゃんと一緒だし。虫の鳴き声なんて聞いたことないもんね。はい、ちょっとゆっくり慣れてください。